どうも、ホセイです。先日あるお店に行ったら、ネイル用品がとっても充実していたので、今日の動画作りました。皆さんの中には、やだ、知らなかったの?と思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、知らなかったです。100均ほどたくさん店舗はないんですが、一応全国展開しているお店みたいなので、皆さんもよかったら覗いてみてください。では、スタート。そのお店はパーツクラブです。手作りアクセサリーのパーツを売ってるお店です。私もたまーにアクセサリーを作るんですが、しばらくこのお店には来ていなくって、久しぶりに行ったらネイル用品がたくさんあったのでびっくりしました。しかもマニアックなやつ。じゃあ商品見ていきます。オーロラフィルム、1メートルで110円って、一生かかっても消費しきれんですね。で、私が釘付けになったここ、新商品。マグネットスティック。磁石の粉が入ったジェルやポリッシュを動かすスティックですね。今のところ、このタイプのは100均でも売られてませんし、アリエクスプレスで買うより安いし、何よりアリエクスプレスで買うと3週間、4週間も待たなきゃいけないんですが、すぐ手に入るので、いいですね。あ、今動画を編集していて初めて気がつきました。隣に売っていたのはマグネットパウダーだ。このパウダー普通のジェルに混ぜてマグネットジェルにしちゃうってことですよね。おー知らんかった。今気がついたよ。で、そのお隣にはキューティクルニッパーありました。その下、ジェルをかき混ぜたりするスパチュラですね。まあ、これは100均にもあるかな。わあ、マグネットパウダーいっぱい種類ある。これ撮影してた時は、てっきりクロームパウダー、ミラーパウダーだと思ってました。そうか。そのお隣にはシールがたくさん。お値段は100均よりもちょっとお高めなんですが、100均のシールよりも倍ぐらいの大きさなので、たくさん使う予定がある人はこちらの方がいいかなと思います。とっても繊細な柄でした。あ、ずっと欲しいと思っていたひまわりがある顔。シルバーやゴールドの蝶々もキンキラキンです。この辺ネイルファイル。100均にこんな大きいスポンジバッファーあったかな?ネイルチップスタンドもありますね。この辺は埋め込みパーツかな?木材パルプチップって書いてあるんですけど、どうなのかな?これ。柔らかいのかな?爪のカーブに沿わせて曲げれるかな?これも木材パルプチップだそうです。あ、ちょっと蜂さんがリアルだった。シールになってなさそうなので、シールの方が使いやすいかもしれませんね。後ろを見ても使い方等は何も書いてませんでした。パッケージには、レジンアクセサリー&ネイルアートと書いているんですが、立体ネイルアートやポップなネイルアートしたい方にはいいかもしれませんね。お隣にはホイルがありました。ホログラム税抜き80円。この辺は型抜きされた星ですね。シェルパウダー税抜き80円。これはジェルとかに混ぜて使うのかな?コーンフレーク、違う違う、コルクフレーク、税抜き100円。ハートの型抜きパーツと、お、貝がある。存在感あるアートになりそうやな。マイカ風シェル、税別100円。シェルフレークは種類で値段が違うみたいです。反対側の商品棚にはブリオンやパール。あ、ここに本間もんのミラーパウダーあった。この辺ユニコーンとかオーロラパウダー系ですね。このブリオンいっぱい入ってるやついいですね。こういうパーツシーンやアリエクスプレスにもありますが、こうやって目の前で見た方がサイズ感がわかりやすいので、私は実店舗で買う方がいいかなと思いました。
こんなメタルパーツも100均でよく見かけますが、この種類とこの量で220円はお買い得だと思いました。この辺セット売りがありますね。これも編集するときに気がついたんですが、ミラーパウダーの見本があった。結構キラキラメタリックですね。いいかも。パーツクラブのレジン&ネイルセクションめっちゃいいかも。皆さんご存知でしたか？で、何を買ったのかというと、マグネットスティック。この形のものは持ってなかったので、これが今日のメインの買い物です。ずっと欲しかったひまわりのシール、大きさといい色合いといい、まさにこれ欲しかったって感じ。メタルパーツみたいに見えるシール、ちょっと写真では分かりにくいんですけど、メタリック感がとっても綺麗です。もう一つメタリックモチーフのもの買いました。こんな感じのうねうね系のシールは100均にもあったかなと思うのですが、すっごく繊細です。線が細い。こんなエレガントな感じのシールも買ってみました。まだ開封してませんが、全部薄くて貼りやすそうです。で、これだけ。本当はクロームパウダーがどんなもんかなっていうのを試してみたかった気もするんですが、飛び散りそうかなと思ってちょっとやめてしまいました。私には出来合いしているボーンプリティのミラーパウダーがあるので、ちょっと浮気せずにいようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。バイバイキーン。